あ、犬の飼い方出したから自分判断だけでいいよ。そう。あ、いいもう、あ、いいよ、こっちにしようか。ちなみに私今静岡に住んでて、で里帰り出産で帰ってきてるところなんですよ。あ、そういうこと。そうです、そうです。実家がこちらなの。こっち。え、で、ワンちゃんは基本どっちに。基本、今はこっちです。こっちはお母さんのところにと。はい、今年の末まではここにいるんですけど。あ、でもう落ち着いたら一緒に一緒にまた静岡帰るんで。ああ、そういうことね。あ、はい、で、今お母さんも一緒にいるから、お母さんが何かやってるかもしれないってこと。やらないようにとは言ってるんですけど。なるほどね、わかりました。まあ、どちらで買うにしてもね、ちょっとポイントとしてね、この子いい子だからさ、しつけしてらっしゃると思うんだけど、もう一回ね、しつけの基本っていうのをちょっと話させてください。そうすると歯磨きもできるようになってくるから。はい。で、基本はね、2つなの。手で食べさせる試食を。だからいきなりお皿でポンとあげないで、そのロイヤルトナーのドライフードをなるべく手で食べさせる。時間余裕しかない。で、手で食べたらとにかく褒めて触ってあげる。これが基本。で、手で食べれるようになったら3つやってほしいんですけど、名前があるじゃないですか。名前を呼んでアイコンタクト、はい、アイコンタクトができたら手で食べさせて褒めてあげる。それから今度短い距離でフード見せといていいから、おいでって来たら手で食べさせて褒めてあげる。要は手で食べさせて褒めるってことが共感になるわけですね。で、これを美味しいものじゃなくて試食でやってほしいわけです。だから最後ここまでできると、この子ハウスあります。はい、ハウスって言ってハウスします。はい、じゃあいいですね。ハウスのやり方がこれなんですけどね。まあ、で、まあ、仮にここまでできているとするじゃないですか、はい、おいでっつって来て食べてくれるとするでしょ。そしたらおいでっつって来て食べ、ご褒美あげると。そしたらここで処置、デンタルケアとかいろんなことをやってるんですよ。ブラッシングとかね、肛門腺絞りとかで終わったらご褒美あげて褒めると、うん、そうするとこの処置がストレスがかなり和らぎます。前後に褒めてもらえるし、ね、フードもらって、で、絶対この前後にこれやってほしいわけなんですけど、で、デンタルケアの進め方なんだけど、これ長くなるから、あの YouTube でここに載ってるから見てってもらっていいです。はい、はい、じゃあここから先です。